はい、こんにちは。飛行船アグリ、ヒロチャンネルのヒロです。今日ご紹介するのは、クローラー式高所作業車。いやー、もう本当に僕の夢って、ヒロランドっていう遊園地を作るのが夢なんですよ。もうまさにね、こういった機械でも、まるで遊園地かのような楽しい機械なんで、今日は楽しみにしておりました。メーカー共立のKCG350SH、 もちろんセル付きのクローラー式、非常に綺麗な高所作業車ですね。油圧シリンダーがこちらに2本入っております。なのでこれが上がるシリンダーになり、なんとこちら両方向にサイドにも回ります。なので油圧ポンプが2つついてます。でヤンマーの OHV のエンジンが GA120 ですね。はい、じゃあ早速乗り込んでみましょうか。こちら安全バーを取り外し、危ないですからね、しっかりと安全バーをかけてロックをすると。じゃあかけてみましょう。調子いいですね。前進、足のフットペダルで前、上がるだ。足のフットペダル、こちらですね。で、走行になります。足、右足1本で走行。で、バック。1速2速、バック1速っていう形になります。でこちら右クラッチ、左クラッチ、じゃあ早速上げてみましょう。怖いです。まだまだ上がります。おお、これね、本来走行もできるんですが危ないので、一旦今はやめておきます。じゃあちょっと下げてみましょう。だいたいこの辺の高さで左旋回、これも左足1本でこの角度に曲がります。じゃあ右旋回、楽しくないですか、この高所作業車。もちろん果樹園のリンゴ屋さんとか梨屋さん、もう本当に高所作業する、屋根修理とか工事とかでも何でもね、用途は選べます。でクローラーですから、ボコボコしている悪路でもどんどん進んでいってしまいますから、もう非常に活躍してくれること間違いなしです。この1台ぜひ、見に来て、ぜひ僕と一緒に遊んでみてはどうでしょうか。以上、高所作業車の紹介でした。飛行船アグリのヒロチャンネルの
チャンネル登録もよろしく。